届けに来てくださったんです。アーニャの虫眼鏡。黄昏先輩好き。よかったです。君は洗濯もできるし料理もうまいし最高だな。なんて完璧なんだ。もうあんなどんくさい女は不要だ。コードネームトバリ。彼女の野望は黄昏のお嫁さんになることであった。ああハネムーンは南の島に。よくできた作り物の笑顔。私だって甘やかすくる。そうだアーニャちゃん、今度すごくおいしい外国のココアをプレゼントするわね。なぜ本当の赤大嫌い。結局お昼はロイドさんにお任せしてしまって。わあ綺麗な方ですね。緊張します。私は人妻。フォージャー先生、職場でよくぼやいてますよ。うちの嫁はいつも。当局に売ってしまおうか。いつもドジばかりで本当使えないんだ。フィオナ君、新しく嫁に来ない？え、いいんすか？じゃあ今度お宅に伺います。朝食さえまともに作れないんですか？でも私なんかじゃそう思われても仕方のないことかもしれません。すっごく美味しいお姉さん。